明日ツイッターでありがとう。なんか言おうとしとったんやけど忘れちゃった。もうすぐ桜の季節ですね。桜の季節ですね。もう咲いてるとこもあるんかな、分からんけど。幽体であった価値が未だに意味わかりません。あ、これね、やからなんかね、まだみんなとあんまり話したことないんだけど、みんなってあのメンバーのね、みんなと。でもしたよ、サチは歌詞解説、自分の中だけど。そう、お花見行くの。お花見は今のとこ予定はなしでございます。てか、そう、広島がさ、どこが有名かわからんのよね。やっぱり毎年桜見に行ってました。そう、見てて、毎年お花見してたの。でも今年はどうだろう、しないかなーって感じ。どこがいいかわからん。 どこでするのがいい、なんかどこで咲いてるのとかがあんまりわかんなくて。平和公園、確かに確かに。でもね、そうよね、どうしようかな。 迷ってる感じです。そうなんや、まあ来てくれてありがとう。いや、やっぱね、桜は見んとよね、毎年ね。ことなんか誰もわからない。昨日アベマちゃんと見てた。昨日アベマみんな見た？サッチは出てなかったんだけど。サッチは出てないけど見てた。めっちゃ面白かった。 めっちゃ好きだった。さっちゃん、スチッチありがとう。ごま来てくれたよ。さっちゃん、スチッチありがとう。さっちんの絵心はどんなの？いや、絵心はね、まあ自信はないけど、絵心はね、なくはないよ。なくはない。けど、運動能力は、ちょっと、危ないですね。逆立ちはしてるんだけど、お家で。あ、これね、変な人とかじゃなくて、逆立ちをするとなんかむくみ軽減らしくて、なんか血行が良くなるみたいですよ。 でもしすぎると眼圧が強くなって、ちょっと目に悪いんですけど、30秒ぐらいだったらすごく体にいいみたいで、逆立ちはできるんですけど、ブリッジはできるか分からん。スキップはできるよ。スキップはできますよ。あとね、逆立ちはなんか体幹も鍛えられるみたいな感じで、そっちは聞きました。調べましたか？そう、お家で逆立ちしてます。 そう、こんばんは。ちょっと今日目が痛くなる。そっちだよー。ハート。逆立ち画像ください。絶対嫌だ。絶対嫌だよ。サチさん、スチッチありがとう。大丈夫だよ。ここにいます。曽川咲はここにいます。
サチタンスチスチありがとう。逆立ちでも可愛くないよ。ありがとう、そう言ってくれて。こんばんは、サチタンスチスチありがとう。ひょっこりサチ、ひょっこりサチだった。戻ってきました。ブリッジ、記憶上にはないですね。した記憶は。サチさんスチッチありがとう。サチ登場。そう、サチ戻ってきました。ありがとう。ふーちゃんスティッチありがとう。真顔のジェットカッター。どうだろう。いやどうなるんかね。クフフフ。どうなるんだよ。こんばんは、来てくれてありがとう。まかりでお話しか、なんでサッチ歌った時が前から消えるの。それね、言われたよサッチ。なんでかというと、なんでだろうね。わかりません。それがサッチースタイルということで、はい、ちょっと目が痛い。ちょっと目が痛い。頑張ってください。ありがとう。頑張ります。こんばんは、来てくれてありがとう。ちょっと今お目目休めタイムです。でもコメントは見てるよ。こんばんは。マミーさんと何話したっけ。あ、お話し会。あのね、話してない。何も本当にね、サチがびっくりしちゃって、マミーさんもびっくりしてて、あのもう、うわー、うわー、うわー、ありがとうございましたって感じだった。もう本当にね、一瞬だって大丈夫だよ、ありがとう。こんばん、来てくれてありがとう。そう、なんであっちがびっくりする。なんか多分自分がめっちゃびっくりしてたから、なんかお、なんかうわーみたいな、なんかさ、あ、相手にびっくりされるとさ、なんかこっちまでびっくりするじゃん。なんか多分そういう感じなのかなって思った。チラッ。へへへ。うひへへ。今日はカメラの角度が定まんないんですけど、許してください。ちょっといろんなとこに、ね、行ったり来たりしちゃうけど、ちょ、目が痛くて。ここにここにいます。そう、多分ね、ブルーライトに弱いよね自分。もうね、ちょっと見える。そう、こういう感じ。チラッ。そちらスチッチありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。やっほー、エビもきれい、ありがとう。なんかもう嬉しい、みんなありがとうね。なんか画面にいろんなものを出すたびに褒めていただいても本当に嬉しい。ありがとう、本当に嬉しい。さっちゃん、スチッチありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。さっちゃん、スチスチスチありがとう。いや、ありがとう、めっちゃ褒めてくれる、嬉しい。催眠術でブルーライト大丈夫。そう、本当にしてもらいたい。そう、ブルーライトに多分弱いからサッチはよく寝るんだろうなって思う。なんか目がもうね、疲れちゃってね、自然に目が閉じちゃってそのまま寝ちゃうんですよ。だから私ってよく寝るのかなってたまに思ったり。やばい、ありがとう、嬉しいよ。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、
私は本当によく寝るんです。ね、なんかさ、めっちゃもう 100% カットとかないかな、 100% カットみたいな。ホットアイマスク大好き。あ、なんか売ってるよね、あれを買いますよ、たまに超たまにだけど。サッチ見るためにありがとう、嬉しい、そんなこと言ってくれて。そう、今日はおでこを出してます。こんにちは、しけさん来てくれてありがとう、お疲れ様です、お疲れ様。おでこ配信。今日さ、これ自分の配信後で見返してみよう。こんばんは、来てくれて。自分のメガネ94%、え、いいな。もう198%カットとかないかな。こんばんは、しけさん来てくれてありがとう。すごいわ。そう、今日はおでこっちです。おでこっち外すとね、もう本当に、あ、でもどう、この前髪でもさ、言うてどう、今外したらなんかどうですか、ダメですか、この前髪。さちゃん、ステッチありがとう、かわいいよ、嬉しい。前髪の束感、確かにいいじゃんって嬉しい、かわいい、嬉しい。じゃあこの前髪でかわちい、嬉しい。学校帰りの高校生ね、学校、高校生はね、自転車工具とね、もう前髪がすごいあるんですよ。お疲れ様、お疲れ様。ぼしゃぼしゃ。海帰り、結構的確だね、それ。確かに、海帰り、ある。さっちゃん、スティッチありがとう。ラビュー竹内先輩ホーミーキスミー照れてる表情まるで年下みたい学校中の女子に人気よ。明日ありがとう。明日ぜひオンラインお話し会当日券ございますので皆さん来てください。ジャッシーに人気よ。チャチャチャチュ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 ハイチュ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 バレンタインで、え、確かになんかさ、夏フェス終わりどうなるんだろう野外ライブがね5月6日に行われるんですけど、どうなるんだろうね。サッチの前髪は無事生きて帰れるのでしょうか。私の前髪は無事生きれるのでしょうか。いや、そうなんよね、ゴールデンウィークって確かもう結構暑いよね。
キャー、お見送りあるんだった、そうだった、バレちゃう。そうです、5月6日に野外ライブ ST482.5×3 セブンスアニバーサリー東京ライブであります。お台場で、汗で崩壊、絶対そう、結構汗かきな気がする。いやでもサッチはライブ用にあのですね、最強パウダーをね半年前ほどにゲットいたしまして、でもまだね、その買った時は真夏じゃなくって、そう、真夏にその最強パウダーを使うと使ってないんですよまだ。だから私の汗と私の最強パウダー、どっちが果たして勝つのか、最終決着がねつきますね、5月6日にそう、最終決着ですよ。なんかね、汗なんだろうね、あのパウダー、なんか公園でもね使ってるんですけど、いつもは結構サラサラって感じなんだけど、5月はもうボハボハつけます。汗が買ってほしいのみんななんでや、サッチは前髪に買ってほしいです。サラサラどうなの、男性でももちろん使えますよ。みんなお見送りの時前髪じゃん確かに顔より前髪じゃ目線がみんなちょっと上っていうそれはそれでとてもいいです。照れてる表情、まるで年下みたい、過去中の、こんにちは、来てくれてありがとう、今日はありがとう、今日は素敵な芸術的な前髪ですね。ちょうどね、あの昨日のねアベマのあの番組のね企画が絵心チェックだったということで、ちょうどいいんじゃないかと思います、この前髪は。 ST48 3期研究生はこのようにね芸術力があったりんですよ看板来てくれてありがとう。どうなったらこんな前髪になるんじゃろこんばんは、来てくれてありがとう。サッチ来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。サッチの記憶力、あ、いいんじゃないかと思われますねそう、いいんじゃないかと思われますよ。学校でもね暗記科目が得意だったので、サッチ来てくれてありがとう。人って見慣れるもんですね、この前髪でも。なんか普通の前髪に思えてきました、今日のこの前髪。皆さんはどうですか、ね、その前髪になりましたそうだよね、サッチーもなんかあまり違和感を感じなくなってきました、不思議なことに。
照れてる表情。前髪青春感って前髪、前髪いい感じ、嬉しい。そこまで褒められると次の公演これで出ようかと迷いますね。でもね、これ多分もう一回再現することは不可能なんですよね、多分多分これ不可能な気がする、もう一回やるの。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。愛してる。あ、間違えたお疲れ様。すごい間違え方だけど嬉しい、愛してるって言ってくれてもうこの前髪が見ないそうだよ、もうこの前が見れないんだよ多分。もう一回再現は多分できないと思う。なんか初めて見てたっちゃう、この前髪。ありがとう、話し会。アルバム発売楽しみ、それなー、そっちも楽しみ。 ST48 はですね、6月5日にファーストアルバムを発売いたしますので、皆さんぜひチェックしてくださると大変嬉しいです。楽しみです、ファーストアルバムですよ。サチサチこんばんは、ラビュー。やっほ、原始的な前髪でしょ。そうでしょ、サチさん、スティッシュありがとう。もう予約しました、さすがですさすがです。こんばんは、楽しみ。ファーストアルバムしてベストアルバムで、ね、それなんそれなお疲れ様です、ありがとう、お疲れ様。さっちこんばんは、アルバムイベントまた監督行きたいです行きたいです。こんばんはでございます、こんばんは。運命の前髪、そう、もう会えません、皆さんもう会えませんよ、この前髪にはそれなのはずが、アベマだとそれな、それな、アベマ、アベマ、それな、あれどっちがあれか分からん。こんばんは、来てくれてありがとう。そうだね、イベント詳細はまだ。こんばんは、しけんさん来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。学校中の女子に人気よ、さっちゃん、さっちゃんありがとう。あ、なんか今日ねスーパーに行ったんやけどさ、今日久しぶりにねアボカドを買ってみました。キャー、意識高い人が買うアボカド三日坊主にならないといいんですけど、アボカドを買ってみました、美味しかった。アボカドってなんかどんな野菜とどんな果物よりもなんか栄養価が高いみたいな聞いちゃった。アボカドじゃねえし、アボカドだし、そう、なんか食べた方がいいですって書いてありましたアボカド美味しいよね。やばい、ちょっと待って、ボサボサに近くなっちゃった。でさっきまであの芸術作品だったんだけど、どうやって食べるの？サッチーは
今日はアボカドに卵、ご飯の上にアボカド、ご飯にアボカドと卵と温泉卵とキムチ乗っけてお醤油かけて食べました。あと半分あるアボカドが。でもね、一日ね一個食べると多いんだって。一日二分の一個がいいんだって。そう、今日知りました。サッチはね、アボカドはねお塩派ですよね。脂質がすごいみたい。ちょっと待って、やばくない前髪。ちょっとやっぱもう恥ずかしい。ちょっとなんで写しとったんやろ。アボカドやばかったくない？アボカドじゃない今。前髪。前髪やばかったくない？なんかさ、前髪だけ写すと、やばい。かわいい、ありがとう、嬉しい。それでもかわいいって言ってくれてありがとう。アボカドもやばいって間違えてちゃった。サチタンスチスチありがとう。森のバターです。そうです、とっても個性的で可愛い。本当に今さ、なんか前髪だけ写したなんかすごかった。ボサボサだった、恥ずかしいよ。わさび醤油も、え、そうなの？ちょっとわさびが落ちなくてできなかったけど、今度ちょっとね。でもアボカドって高くない？高いからさ、なかなか買えないんで。いや、買えるけど、ちょっと止めよう。よいしょ。え、高いよね。そうだよね、それで価格が落ち、そうなんよ、そうなんよ。だから今日はね、価格が暴れとるよ。そう、え、一緒。自分も98円の時に買うんだけど、でも今日はねいつもと同じ値段だったけど、どうしても食べたくて買ってみました。え、そう、なんかね、ね、本格的な、まあ、ダイエットじゃないけど、ちょっと食事管理をしようとしていっぱい調べたのね。いっぱい調べて、なんかでも食べなさすぎるのはやっぱダンスするので、いっぱい踊るので消費カロリーがあるから食べたいんだけど、いっぱい量は。でもなんか栄養を取れたのがいいなと思って調べてたら、なんかワンプレートご飯が結構出てきて、でね、それに絶対ねアボカドが乗っとったから、だからアボカドを買ってみました。そう、絶対もうね、いろんなね方がねアボカド食べてた。そのダイエット系の、そう、方の料理紹介みたいなのよくね調べるんですけど、そう、大体アボカドが乗ってたので。わかる、ブロッコリーとあと胸肉とかもう常にやりますね。したいな。そうだよ、おでこちゃんだよ今日は。ささやきソング。そう、なぜささやきかというと、わかりません。サッチーもこんばんは、来てくれてありがとう。かわいい、ありがとう、嬉しい。
さっち来てくれてありがとう。じゃあね、もうちょっとしたら壇上読みたいと思います。コンサート系初めてする曲がランダムイントできるか、初めてするランダムイント、あーなるほど、じゃあできちゃったりするかなしたいな。特盛りいいですね。今一番カロリーとか何も気にせず一番食べたいものは二郎系ラーメンそう、いちいごさんとね食べに行こうねってねずっと言ってるんだけど、やっぱむくむじゃんあれ絶対だから、いつ食べようか迷ってる。明日よろしくです、ありがとう、嬉しい。明日3月23日オンライン話し会、はい、当日券ございますので皆さんぜひキャラにで検索してさっちーにお話ししに来てくれたら嬉しいです。夜ご飯牛丼大盛りとつけ麺と最高じゃん、いいなあ。あ、バブハート着てる嬉しい、可愛いから話しに、あ、来てよ来てよ嬉しい。こんばんは、試験さん来てくれてありがとう。当日券あったらいいのに、当日券ありますよソイプロテイン始めてお腹減る、何それ。こんばんは来てくれてありがとう。こんばんは、試験さんありがとう、ありがとう。オンライン当券あります、あります、ありますので皆さん来て、あれ東京ないの、嘘本当に、あれそうなの、ああ呼び方が違うってこと、あ、オンラインないんじゃん、え、どういうことどういうことどういうこと、当日券押し増し、押し増しだ、それじゃあそれそれ押し増しです、押し増しです、それです、それです、押し増しです、それです、それです。皆さんありがとうありがとう、教えてくれてそれです、おしましございますので、皆さんぜひ来てくださったら嬉しいです。ですです、そうです、押し巻きしてくるのはいいけど他には行っちゃダメです、ですです、そうです、押し巻きで他のとこに行っちゃダメ、押し巻きで他のとこに行っちゃダメ、押しまして他のとこに行っちゃダメ、あらかじめね買ってるのはねさっちはいいんですけど、押しましで行くのはダメです、そう約束ですよということで壇上へもさせていただきます、ちょっと待ってよ、あ間違えちゃった、
13位ギルスさん、12位 KEVPH さん、11位セイ君、10位トンさん、9位リョウチさん、8位ブルーさん、7位カキヒコさん、6位ハルさん、5位ヨシチーゾミさん、4位マルさん、3位クマネパパさん、ありがとう。2位は台湾のコウさん、ありがとう。そして1位はヤスフェイさん、ありがとうです。ありがとうございました。配信ありがとう。あ、嬉しい、おしまし、嬉しい。そうそう、他に行かれたら泣いちゃいます。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。配信ありがとう。こちらこそありがとうね、来てくれてありがとう。おやすみ、お疲れ様、配信ありがとう、お疲れ様、ありがとうそう、ということで皆さん明日オンライン話し会よろしくお願いします。来れないけど応援してるよって方もありがとね。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん本日も見に来てくださってありがとうございました。ちょっと前髪が芸術的だったんですけど、はいそう、また会えるかな、会えないかもしれないけど、会えないかな、会えないです、この前髪にはあ、おでこっちには会えるかもしれんけど、はい、今日のね芸術的な前髪は会えんかもしれん。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。 X を投稿するので皆さん見てね。 X 誰が一番にいいねできるかチャレンジっていうのは嘘なんですけど、はい、投稿するのでぜひ見てください。ということで本日の配信はこの辺で終わろうと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。そして明日も一日頑張りましょう。ということでおやすみ、またね。